今回は「虫食い様」を紹介します斬新なアイデアと精巧な技術を極めたパラパラブックス最新作「パラパラ」史上初のボリューム約200ページついに傑作が誕生細かな動きが癖になり何度も何度もパラパラしたくなる虫食い様と昆虫のストーリー本のサイズがタバコの箱を ちょっと大きくした程度で、いわゆるパラパラとめくっていく。パラパラ本です。めくると、虫がはい出します。虫食い様というタイトルは、文字通り、虫食いのことで、虫がはいながら、なんと、パラパラ本を食っていきます。もぞもぞ、動いては食い、食っては動き、次々に本に穴が開いていきます。その後、 食物連鎖を思い出させるような物語が続いていき美しい風景が描写され最後のエンディングはちょっと泣かせてくれますあまりの斬新な本に驚きと同時に感動いたしました自分で買ってよしプレゼントもよし忘年会や新年会で誰かに見せても確実に喜ばれます今までにない 全く新しいい世界観の本だと思います。おすすめです。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。